どうもこんにちは、りょうです。今回は僕が日本で英語を話せるようになるまでに常に心がけていた習慣に関して紹介していきたいと思います。今から紹介する習慣は僕が英語学習する際にかなり役に立ったなって感じていて、実際に現在も続けている習慣になるので、英語を勉強されている方にとっては身につけて損はない習慣になるんじゃないかなと思います。今回は3つの習慣を紹介するんですけど、1つ目は比較的誰でもできるような初学者向けの習慣で、2つ目はしばらく英語を勉強している中級者向けの習慣で、3つ目が中級者から上級者向けの習慣になってるので、初学者の方だったら1つ目の習慣からで、上級者の方だったら1つ目から3つ目の習慣を全て参考にしていただければなと思います。まず早速1つ目に入るんですけど、1つ目の習慣は英語字幕でアニメとか日本のドラマを見るっていうことになります。海外ドラマだと英語字幕にすると何を言ってるのか分からなかったり、逆に日本語字幕にすると日本語で意味を捉えてしまうので、英語にフォーカスを当てられなかったりっていう風になって、海外ドラマで英語を学習するのって結構ハードルが高いと思うんですよね。僕も英語を本格的に勉強し始めた時に海外ドラマを見てシャドーイングしたりっていう風なことを行ってきたんですけど、分からない、聞き取れないところを何回も聞き直したりシャドーイングしてたら一向に話が進まないんですね。で結局1話を見終わるまでにギブアップしてしまうみたいなことがよくあったんですよ。海外ドラマをリスニングの材料として使うのは全く問題ないと思うんですけど、やっぱりハードルが高くて、それなりに時間がかかるっていうこともあって、僕は海外ドラマで、英語の勉強するのはやめました。代わりに何をしたかっていうと、日本のドラマとかアニメを英語字幕で見始めるようにしました。で日本のドラマとかアニメを英語字幕で見るのは何がいいかっていうと、全て日本語なので聞き取れないとか理解できないっていうような心配をする必要がないんですね。つまり全部日本語で理解しながら英語字幕にフォーカスを当てられるっていうことになります。で内容を理解しながら英語字幕にフォーカスを当てられるっていうことは、そこで出てきた単語とかフレーズに気づく機会が増えるわけなんで、英語だとこういう表現をするのかっていうような発見がたくさん出てくるんですね。例えば僕が、記憶に残ってるので言えば、日本のドラマで「ああよかった」「よかった」っていう表現が訳されてたんですけど、皆さんだったらその「よかった」っていう表現どう訳しますか？で僕だと、その「よかった」っていう表現だったら「I'm glad」とか「I'm relieved」ぐらいしか思い浮かばないんですけど、その日本のドラマではその「よかった」っていう表現が「Thank God」訳されてたんですよ。で僕はそれを見てマジかってなりましたね。そんな表現って基本的に学校とか授業では習わないじゃないですか。でもその日本のドラマとかアニメを英語字幕で見てるとそういう表現って毎回必ず出てくるんですね。そういった発見があるのが楽しくって、今でも僕は日本のドラマとかアニメを見るときは英語字幕で、見るようにしてます。で2つ目に紹介するのは、友達と英語で LINE をするっていう習慣になります。で、もちろん留学生の友達とか外国人の友達がいれば英語で話せると思うんですけど、みんながみんなそういった友達を持ってるわけではないですし、そもそも、大学の留学プログラムとかに入っていたりしない限り、外国人とか留学生と接点を持つことってあんまりないと思うんですよね。接点があっても共通の話題とか趣味がなかったら会話が続かないですし、留学生と英語で話すっていうのもなかなかハードルが高いんじゃないかなっていうふうに思います。なので僕は当時は一緒に英語を勉強していた友達と英語で LINE をするようにしていました。英語を勉強している人だったら、むしろ英語で LINE をしたいっていう人は多いと思いますし、かつ英語を勉強している人とか留学している人って周りに何人かはいると思うんですよね。なのでそういった友達がいれば、その友達と英語で LINE をするっていうのは、いい習慣になるんじゃないかなと思います。僕は、友達とずっと英語で LINE をしてた時もありますし、時々日本語に戻して普通に、話してた時もありますし、そこは臨機応変に対応したらいいんじゃないかなと思います。英語で LINE をするようになると、自然と英語で考える癖がついたり、分からない表現が出てきたら、そこで調べて、それで新しい語彙を身につけたりっていう風にできるんで、英語で友達と LINE をするっていうのは、結構おすすめの習慣になります。そして最後に紹介するのが英語で調べるっていう習慣になります。英語を調べるっていうよりも英語で調べるっていう習慣ですね。これはある程度英語を勉強している人じゃないと慣れるのに少し時間がかかるかもしれませんが、これは英語を勉強している人にとっては特権じゃないかと思うぐらい便利かつおすすめなので、ぜひ実践していただきたい習慣になります。で、英語でググるのが何がいいかっていうと、調べるときに英語で文章を考えないといけないので、そこでアウトプットができる。で、次に、検索した結果を英語で読むことになるんで、そこでインプットができる。で、その、プロセスを繰り返し続けていたら、自然と英語で文章を考える癖がつくんで、無意識のうちに英語が出てくるようになるんですね。また英語の記事を読む機会が増えるわけなんで、そこで実際に使われている英語だったり、生きた英語っていうのを目にする回数が増えるわけなんですね。で、そこで、よく使われている表現とか単語にも、気づくようになるんで、自然と自分の英語が、磨かれていくんですね。で、かつですよ、英語で調べるんで、日本語に比べて情報量っていうのも莫大なんですね。なんで、日本語で検索しても出てこないようなことが英語で検索すると出てくるっていうことがよくあります。これこそ英語を勉強している人にとっても特権なんじゃないかなって個人的には思ってるんで、ぜひ英語力を高めたいっていう方は英語で調べるっていう習慣を身につけてみるといいんじゃないかなと思います。以上の3つが、僕が英語をある程度習得するまでに常に心がけていた習慣になります。で、最後の2つはある程度英語を勉強している人向けにはなってるんですけど、最初の1つ目、日本のドラマやアニメを英語字幕で見るっていうのは、比較的誰でも始められると思うんで、まずはこれから参考にしてもらえたらなと思います。これでね、実際に僕が英語字幕で感じている楽しさだったり面白さっていうのを分かってもらえたらなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後もこういった英語の勉強方法だったり、留学生活に関する動画っていうのも発信していく予定なので、興味のある方はぜひチャンネル登録をしていただければなと思います。この動画が少しでも参考になったなっていう方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではバイ。